今回は驚くほどお腹周りがスッキリする下腹スクワット紹介します。下腹ポッコリが気になる人の多くは骨盤を起こす力が弱い、腰が硬い、腹筋が弱い、この3つにあります。だけどレッグレイズとか腹筋辛いですよね。今回寝たままスクワットを行います。1種目5回見ながら誰でもできますから一緒にやってみましょう。まずは腰をストレッチしていきます。両足を抱えたままでキープしてください。スタート。まずはね、腰をやっぱりね柔らかくしないとお腹に力が入らないんで、ちゃんと腰のストレッチをしてからね腹筋するのがねベストです。腹筋弱い人はねやっぱり腰をね反る力が強くなるんで、いわゆる反り腰にねなってしまうんですが、腰をやっぱり丸めてね腹筋ちゃんと鍛えていけばね反り腰も治るし下腹もへこみますからね。それではやっていきましょう。まずは膝を曲げたら上げる、息吐きながらですね。ポイントは膝を伸ばすときにお腹に力が入るので、その時に息を吐く。いきましょう。5回。1 2 3 4 5。 OK。 今度は少し斜めいきましょう。1 2。足はね肩幅でいいですよ。4 5。 OK。 もう少し斜めいきますよ。5回。1。膝を曲げたらね腰を床に押し付ける感じ。3 4 5。もう少し下いくよ。1 2 3 4 5。だんだん下げるよ。1 2。膝曲げたらね腰床に押し付けて。3 4 5。もっと下げるよ。1 2。しっかり膝曲げて。3。頑張って。4 5。よし、今度は交互に足を伸ばしていくよ。低い位置からスタート。1 2 3 4 5。上上がるよ。1 2 3 4 5。上がるよ。1 2 3 4 5。上がるよ。1 2 3 4 5。 OK。 結構下腹熱いよね、効いてるよね。今度はね下に上げたら上に上げる。5回。1 2 3。息吐いて。4 5。 OK。 今度は斜めに10回頑張ってみようか。いくよ。スタート。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。 OK。 よし、じゃあ今度はね伸ばした足を上に上げて曲げる、丸を描くイメージでやってみようか。5回。スタート。1 2 3 4 5。 OK。 今度は足を振り下ろしながら起き上がる。いくよ。スタート。マイペースでいいよ。足を振り下ろすっていうよりも背中と腰を丸めるっていうイメージ。できればね最後の最後までこうやって起きて、ぐーっと起きたら丸くなる。もし難しかったらこんなんでもいいよ。やっぱり背中が硬いとね
起き上がりにくいから、これでもちゃんと効いてますからね。よーし、オッケー。そして今度はね、足上上げて小刻みに足をね伸ばす感じ、こうやってこの時に腰を床に押し付ける感じでやってください。できるだけ息はね長い方がいいです。はい、スタート。こういう感じ、上にピョン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 。これお腹触ってみて、硬いから絶対。これちゃんと下腹がね使えている。しかもね、これダッシュしてる感じになるから有酸素運動にもねなってるんですよ。あー、もう汗がね、汗だく汗だく、やばい。うわー、あとちょっと。よし、オッケー、よっしゃー。それではうつ伏せになりましょう。使った腹筋伸ばしましょうね。肘ついて胸張ってキープ。よっしゃ、スタート。このね、使ったお腹とかね、丸めた腰とかね、一回リセットせんとね、やっぱりね偏りができちゃうから、しっかりねお腹を伸ばして、いつもよりね下腹使ったからお腹伸ばしてる感じあるよね。よっしゃ、オッケー。めっちゃ汗だく。うわー、お疲れ様でした。頑張った人はグッドボタンとコメントで教えてください。じゃあねー。もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画どっちか一本頑張ってみて。